チング行くか行かないかのピッチャーがこんなボール投げんのと思って。あれ以上のスライダーとか見なかった。上原浩二の雑談魂。雑談魂。プロ入って1年目からもう1年目も何試合か1軍で出てますよね。半分出てないかな。2、3ヶ月ぐらいいたかな。でもどうだろう。どちらかというとファームの方が長かったんじゃないかな。僕の中ですごい映像残ってるのがあって、石井和久さんのスライダーを、あれオープン戦ですかね、初打席ね、あれ映像僕すごい頭残ってるんですよ。松井さんが見逃した、なんか腰引けるって、まあ、ちょっと申し訳ないです、上から目線で申し訳ないですけど、腰引けるみたいな感じで、あれ冗談じゃなくて本当まっすぐに見えたの。本当ほんま本当当たると思う。避けましたよ、ね、そう。もうほんでもあれ、あの前のボールもカーブだったの、はい、それはね、外角すごいいいとこ決まったの。でそれも一瞬ピクッて、それでも一瞬ピクッてなったの。次の球もうちょっとこっち側から来たの。でも当たらんと。でもど真ん中。あの頃まだ石井さんね、一個上だから2年目でしょ。ああで、その打てねえ、ね、一軍行くか行かないかのピッチャーがこんなボール投げんのと思って。ああ、そこでちょっとプロの壁みたいな。いや本当あの時ね、すごいとこ来たなと思って。だ一軍でバリバリやってるピッチャーもっとすごいボール投げるんでしょと思って。たんだけど、はい、実際一番いい株だったね、あれがね。あ、自分がいた中で、石井さんのボールが、それが一番最初に見てよかったなと思って。他のがそんなに、あれ以上のスライダーとか見なかったよ、本当。やっぱり石井さんが一番嫌でした、対戦してて。若い時嫌だったね、石井さんって。なぜかというと、石井さんコントロール良くなかったの。あ、昔ね、最初です。はい、そう、この辺バンバン来たの。150キロのボールがね、実際2回、2、3回ぶつけられてるの、はい、もうだから恐怖心が先に立つよ ね、 そうですね、やっぱりね、左対左。ああ、だから、はい、でもすっぽ抜けるってイメージあるから。でもあのすっぽ抜けたカーブの軌道が、ある頭のイメージが。だから若い時はね、本当に石井さん嫌だった。もう前日からもうね、嫌だな、もう憂鬱だったね。そう、明日石井さんって言うとね。そう、でも石井さんはね、だんだんコントロール良くなってきた。そうですね、そう、悪いイメージそんなに僕の中ではないですね。あのね、抜ける球がなくなってきたの。それからその恐怖心が、球は すごいボールだったけど、恐怖、そう、コントロール抜けないと思ったら、うん、あの怖さはなくなってきた。それからだいぶ少しずつ対応できるようになってきた。石井さんってその松井さんと吉田君の時だけちょっと力入れません？いや、それはちょっと俺何とも、 何とも言えないけどな。でもなんかちょっと力入れてるよね。いやー、怖いな。怖さを感じたピッチャーって本当石井さんぐらいじゃないかな。まあ、そのこういうとこ来るっていう意味でもね、はいはい、ボール自体でも。実際じゃあ一番打てなかったピッチャーみたいなって誰かいました？日本にいるとき、はい、あ、日米でもいいですよ。若いときはやっぱり石井さんとか、あと大野さんもやっぱちょっと。大野豊さん、うん、大野さんのスライダーも何回振っても当たんなかったね。あと誰だろう。あとやっぱりあのドラゴンズにいた若い時、やっぱり今中さんとかを、山本マスターは若い時やっぱり左対左がやっぱり嫌ですか。やっぱりいい変化球とね、コントロールで速いボールっていうのは最初は慣れるまではなかなか対応できなかった。あと、まあ一時よく言われる、あの遠山さんね。あ、松井さんの時ワンポイントでこうファーストと遠山さんはね、葛西さんでしたっけ。あの遠山さんはね、ここのベース板とバッターボックスのラインあるでしょ。ここにね、シュートをね、本当に良くないんですよ。はあ、誰がもう最初の年は全然打てなかったね。全部詰まっちゃった。でもね、やっぱりバッターって慣れてくるだんだんね。で、対策が練られてきて、はい、だんだん対応できるようになってくる。それはやっぱり最初はピッチャーはやっぱり、あ、バッターは見てないから打席でね、ボールの軌道をね、はい、どうしてもピッチャー有利になるのはもうしょうがないんだけど、何回か打席立ってくると慣れてきて、対策が立てられるの、うん、ボールの軌道でね。それは、うん、だからそれはどういうピッチャーでもだんだんそうかなと。やっぱ慣れそうですね。だピッチャーを慣れられたらその上行かないといけないから、ピッチャーまた大変ですよね。あ、そうだね。まあ、あなたに慣れる前にもう対戦なくなっちゃったけど、ね。慣れた時、もうちょっと慣れたかった、ね。僕の最後の方で対戦したら多分打ってたと思います。まっすぐは遅くなりましたし、フォークもちょっと落ちなくて、まあ、それでもそれなりに抑えてたじゃないの。
まだ防御率がちょっと悪くなりましたけどね。あ、でもね、だっていつまでいつまでメジャーにいたの？ 17年までいました。しぶといね、本当ね。最後カブスまでいました。本当に。いやもう本当に松井さんがまさかゲストで来ていただけると思ってなかったら本当にありがとうございます。いやいや、とんでもないですよ。今その YouTube の登録数っていうのがありまして、今30万人。そもそも、いや話おるけど、何で始めたの？あの、引退してボルチマの家に最初帰ってたんですよ。でボルチマの家で特に何もすることがなかったんですよね。そしたらその YouTube のやってる方からやりませんかってみたいな話があったんですよ。で暇だしいいかなと。なるほどね。もう今更では稼ぐ必要ないじゃないの。いや稼ぐとかではなくて、ね、まあ最初は本当に暇つぶしっていうイメージでやってたんですよ。なるほどね。でそれがだん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 ちょっと面白くなってきて、うん、もうどのぐらい経つの？1年半ぐらいになりますかね。なるほどね。で今登録者数が30万ちょっといまして、でこれで50、それってすごいの？俺分かんない。まあまあですよね。10万いきゃなんか盾もらえるんですよ。でもらったの？もらいました。で、そんな上原の話聞きたい人いっぱいいるんだ、ね、で僕の話じゃなくて、こうやって松井さんみたいにゲストを今呼んでるんで、ゲストの中の話を聞きたいっていう。それだから吉野部とかも来ていただいたんですけど、で吉野部なんか呼び放題じゃん。もっと呼んであげればいいじゃん。あいつあんまり喋るイメージないじゃないですか、世の中の人って。いやそんなことないよ。世の中ですか。僕たちは分かってますけど、だからその喋るっていうのを引き出したかったんですよ。見てる人が喜ぶじゃないですか。あ、なるほど、ね、でそういうのをやりたくて、で井川も読んだんですよ。井川系あれも喋るイメージみんなないじゃないですか。でも来てすっげえ喋ってくれたんですよ。だからイメージがみんな変わるじゃないですか。なるほどね。でその何年かヤンキースで俺一緒だったから。あ、そうですね。 そう、はい、そのヤンキースの話もしてもらったんですけど、はい、マンハッタンからずっと通ってたんですけどね、あのマイナーに。あーまあでも彼はちょっと世間のイメージは確かに違うかもしれない、ね。全然違うと思います。すごいナイスガイやったし、はいはい、ね、そういうのをどんどん変えていきたいなと思って、な、ね、その人のなんか良さを出したいなと思いまして、そうやっていろいろ今読んでて、でその今55万人いったら松井さんもう一回出てくださいっていう今交渉をしたいなと思いまして。55万人いったら、はい、まあもうちょっと1年ぐらいかかるかもしれないですけど、55万人いったら、はい、ったらまたニューヨーク来てください。ニューヨークで、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。了承いただきましたよ、これ、ね、ちゃんと、はい、まあ、ということで本当に長い時間、すみません。いやいやいや、ありがとうございます。こんなんでいいの？はい、もうこんなんじゃないですよ、もうすごいですこれは。あ、本当に、はい、いやいや、じゃあ他の方の何か YouTube 出られたこととかってあるんですか？いや、ないよ。あ、いや、これ初めてです。あ、このプロ野球 OB っていうことでしょ？はい。いや、ないでしょ。あ、嬉しい。ない。だから吉野もそうだったんですよ。 YouTube 出たことないって言ってて、僕のとこに出ていただいてから結構出てますよね、その後は。今誰かジャイアンツの OB でやってる人よ。牧原さんがやってます。牧さん、これで一緒にやりました。あ、本当、はい、元気だった？むちゃくちゃ元気です。で、久典もやってます。あいつ今ロスでやってます。久典やってんの、はい、YouTube、 YouTube やってます。何を喋るんだあいつは。うーよ、ひさチャンネルとかっていろいろ喋ってますけど、はい、あいつもそう。あいつもメジャーで来て初打席、はい、俺対戦した時カーンってレフトライナー打って、はい、パーンってピンチでね取って、あいつも本当ね、あの時本当に、ね、殴ってやろうかと思った本当俺。あいつすいません、50年組はそういうやつなんで本当に、本当に、ね。あ、そうね、ジャイアンツのね、49年の人はみんな紳士でナイスガイで、まあ私は置いといてね、なんですけど、前さんとかもそうですね、ミサもそうでしょ、ミサさんもそうですね、ホリホリもそうでしょ、あ、ホリ、はい、みんなもナイスガイでしょ。50年組は面白いやつですよ。面白いんじゃないですか。久典がいて、吉野部がいて、先輩の敬意ゼロだよね。本当に吉野部もゼロですか？ないでしょ、あいつ少なくても俺にはないです、あいつ。吉野だからね、こういうイメージをどんどん変えたいわけですよ、吉野のイメージを。じゃあまた本当に55万いったら、55万人、はい、じゃあまたニューヨークでよろしくお願いします。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。はい、いや、あんまり長く撮ったら怒られそうなんで。今ので何分ぐらいですか？え、そう、
分ぐらい。そんな喋った、40分近い。俺の中で20分やねんけど。いや40分ぐらいです、まあ、テキストで YouTube やってるんです、15分でいいんで出てもらえますか。だから僕20分の感覚。お前ありがとうございます。お前全然違うじゃねえから。だいたいお前時計測ってないもん。確かに僕もスタートとか全然見てなかった。本当にそれが良かったのね。いやいや、ありがとうございます。先輩への本当にリスペクトがないよね。ガッツポーズしてベンチ行けよ。お前さ